渋谷のど真ん中に新しく10月15日にオープンするサウナ施設に来ました。こちらですね、飲んで泊まって整える最高な施設になってるんですけど、実はですね、男性専用なんです。なので今回はこの男性専用サウナ、こっそりオープン前にレビューしていっちゃいたいと思います。いや正直ですね、なんで男性専用なんですかってぐらい綺麗だし、おしゃれだし、立地も最高、営業時間もなんと翌朝11時までっていう最高な施設なんでね、悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、まあどれぐらい素敵な施設か、ちょっと今回はこちらの動画でね見ていきましょう。女なのが悔しい。はい、ということでこちらサウナ室、サウナ室ですね、あの男性専用なんですよ、実はこちらなんですけど、男性専用サウナでこんなにアメニティ揃ってるのもすごいですよね。しかもオーシャンのですし、はい、そしてドライヤーもイームが置いてあって、しかもですねこちらロッカー、そして自販機、ドリンクを入れておく冷蔵庫しっかりございます。で中に入ってみましょう。こちら綺麗、さすがオープン直前というか出来たてほやほやですね。こんな感じでプロジェクションマッピングされていたりとか、整いスペースもですね一人一人がゆったりと場所を確保されています。さあ気になるサウナ、こちらですね、サウナ室見てみましょう。こちらじゃじゃん、はーい、めちゃくちゃ広い。正直10人ぐらいはゆっくり入れちゃうぐらい広いんじゃないでしょうか。しかもですねこちら自動漏流、噛んだ、自動漏流がついてます。なのでですね、温度湿度ともに常に高温のバッチリ整える温度になっております。もうただでさえ贅沢な空間なんですが、こちら珍しい温かいお風呂もあります。あったかい、しかもこれさ一人で入るサイズなの、すごいよね。そしてもちろんね水風呂もあります。じゃじゃん、水風呂も一人で入れちゃうサイズ、しかもめっちゃ冷たい。こっちにねもう一個あります、冷たい。こっちももちろんシャワールームもあります。シャワールームではこんな感じですね、もちろんボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、フェイスソープ、もろもろ置いてあります。こちらも2つある感じですね。はい、ということで早速サウナ一足お先にお邪魔します。さあお邪魔しますということで早速入っていきましょう。あのね本当にこの広さ見てもらったら分かると思うんですけど、10人がゆったり入れる広さ、そして、あちらにねあの上に、ロールできるサウナヒーターが奥にあるんですけど、なんで上段の方はですね、今95度から100度ぐらいはあるんじゃないかなと思います。あと私的にサウナで一番気になってるポイント、湿度なんですけど、湿度もしっかりあるからもうね今すでに顔テッカテカですけど秒で汗かける。やばい、まださ5分も入ってないんだけどさ見えるかな、滴り落ちる滝のような汗、これはね来てすぐ整える、素晴らしい。なんかねここのサウナ、実はねこの施設建つ前からこの場所にはサウナ施設、カプセルホテルサウナがあったんですけど、そこのサウナがそもそももうこれまでにないくらいいい整いができるサウナだっていう話だったらしいんですよ。で今回ですねそのサウナ取り壊すにはもったいないということで、そのスペシャルのサウナはそのまま改装してこんなに素敵な空間になってるわけですね。おかげさまで
スーパー整えてます。さあシャワーを浴びたら1回目の水風呂いきます。あ、めっちゃ冷たい。あ、すごいわこれ。7分が限界でした。というか7分でもう一発目の7分で来てた。で、水風呂はですね、だいたい10度から12度くらいなんじゃないですか。10度以下ではないと思うんですよ。めちゃくちゃ冷たい。だから水風呂もいつも1分くらい入るんだけど15秒くらいで出た。で、めちゃくちゃ整ってる。いつもの整いがこんな高スピードでできるなんて良すぎる。あ、はい、ということで1周目整い完了。いや正直これ2周くらいでもう満足度高いかも。普段3周してくるのが2周目で来そうなぐらい整いやすいです。高温湿度高い、水風呂もパキッとしてて、整いスペースもゆっくり広々、最高です。まあ、こちらのね、渋谷文化進化なんですけれど、飲んで泊まって整えるっていうだけあって、1回目は、ラーメンとかお酒、この後ねちょっといただきたいと思うんですがありまして、2階には、宿泊施設、こちらも後ほど紹介します。ということでこの施設内で、夜から朝までちょうど終電逃した時とかね、めちゃくちゃおすすめです。朝11時までゆっくりできますし、そんなねこちらの施設実はですね、こんな素晴らしいのに、値段が安いんですよ。1300円、オープンの時、60分で1300円で入れるっていう価格設定。いやいやいや、渋谷じゃありえないですからね、この空間1300円。しかも後々オープン後にはサブスクもね販売するみたいです。もちろん応募殺到しちゃうと思うんで抽選にはなると思うんですが、月額1万円以下でサブスクで通えちゃうっていうのはね、渋谷近辺に住んでる人、いや都内住みで渋谷でよく飲んだり、遊んだりする人にはねもうおすすめですね。2週目ということで、いやもう体がね気持ちいい、すごく。ちなみにこちらのですね施設、珍しいタトゥー OK な施設になっていて、例えば首から下から足の先までタトゥーが入っていたとしても、かわいいかわいい柴犬のシールを貼っていればタトゥー OK だよね。なんかかわいいね、シールをペタって体に貼ると、この人はこのタトゥー OK ですよ、怖い人じゃないですよっていう目印のシールらしくて、それを貼ることによって誰でも楽しくサウナを満喫することができるそうです。ということで、まあ、2週目終わったらちょっと出てですね、館内やサ飯食べてみたいと思います。はい、こちら宿泊のゾーンになります。こんな感じでですね、ベッドが何台も並んでいるような感じになっております。商品なんかはこちらのロッカーに入れることができるので、夜ですね深夜に来て整った後宿泊する際はこちらに泊まれるという形になってます。飲食スペースの方にはこんな感じに飲んで泊まって整えるって言ってるだけあって、お酒の種類もすごいですね。うわー、サウナ終わりにめちゃくちゃ飲みたくなりますねこれ。 ありがとうございます。はい、じゃあ煮干しのラーメンです。煮干しのラーメン、はい、ラーメン、こちらの、つけだれ、はい、これは煮干しのつけだれ、はい、で、まずは、麺を混ぜて、つけてお召し上がり、現状つけ麺、そうですね、現状つけ麺で、まあ、最初はもずそばみたいなんですね、はいはい、
まぜそばもつけ麺になり、そうですね。で最後、はい、こちらが煮干しのスープなんで、はい、麺の方が、ラーメンラーメンだ、はい、煮干しがベースなんですけど、はい、今回このペースト、麺にあるペーストを、牡蠣、牡蠣、そこの、ね、味の違いがあるので、お楽しみください。わあ、すごい、一度で三五一みたいな。うわー、嬉しい、ありがとうございます。これは、なんか時間限定で出してる感じなんですか？そうですね、当店の昼の部って感じで、はい、11時から15時のラーメンの時間でお出しします。ということで、ランチ時間にサウナに来られる方、サウナの前にかな、食べてサウナ3時から入ってみたいなのがおすすめっぽいんで、まあ私ちょっとサウナの後なんですけど、すいません、特別にいただきたいと思います。いただきます。すごい、パッと見はさ、全然ラーメンじゃないんだけど、最終的にラーメンになるらしくて、いやすごいよね、牡蠣と煮干し、絶対美味しい。横浜でなんか有名なヘチカンっていうラーメン屋さんのプロデュースラーメンらしいです。じゃあ早速いただきます。じゃあまず混ぜるか。まずはね、混ぜそばじゃないですけど、そんな感じでちょっと、牡蠣のペーストと麺、いただきます。うん、うまっ。思ったより牡蠣の感じ感じるよ。おいしい。でこれが今ね、現状でも味がおいしいんだけど、煮干しのこのつけだれにダイブさせると。でも牡蠣と煮干しってどうなるんだろうね。あんまりなんか想像つかないけど、両方ともなんか主張強いイメージだけどね。いただきます。え、すごい、待って、煮干しのつけだれはさ、このドロッと感がすごい。ちょっと一足お先にお邪魔したんですが、10月15日からオープンということで、皆さんぜひ渋谷に来た際はランチにね、ラーメンを食べるもよし、夜ね、終電逃したら泊まるもよし、サウナを楽しむもよしということで、飲んで泊まって整ってみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。